キルワ王国とは16世紀まで東アフリカのキルワ島で栄えた王国である。スンナ派のイスラム教が信仰されていた。13世紀から15世紀にかけて海上交易によって繁栄し、キルワ島にはモスク、王宮などの建物が作られた。16世紀初頭に東アフリカ沿岸部に進出したポルトガルの攻撃を受けて衰退した。首都のキルワは キルアキシワ岸和ニと、ソンゴムナラの遺跡群として、世界遺産に登録されている。1500年の東アフリカの主要都市。キルワの勢力は、北はマリンリ、南はコレンテス岬まで及んだ、キルワ王国が成立した時期は10世紀の半ばと、推定されている。王国の歴史を述べた、キルワ年代期には、危機的状態に置かれていた、イランのシーラーズを脱出した。 あるスルタント6人の王子が東アフリカに向けて船を出し、そのうちの王子の一人がキルワ島に漂着して王朝を創始した物語が記されている。東アフリカのスワヒリ文化の起源をアラブペルシアに定める研究者は、年代期の建国神話は概ね史実に基づいたもので、あると考え、王朝の名前であるシラジはシーラーズが点火したものだと推測している。一方、 スワヒリ文化がアフリカで発生したものだと主張する研究者は、白地の語源はケニア北部を指す地名のシュングワヤであり、建国神話は王家の血統の正当性を強固にするための創作だと考えている。他、キルワ島に移住したラム島の住民が、権威づけのために当時繁栄していたシーラーフの出身を自称していたとする説も存在する。 歴史学者のバズル・デビドソンは、キルワ王国の支配領域は、モザンビーク海岸部のソファラからザンジバルに広がっていたと推定している。12世紀に、キルワ王国は、アフリカ大陸内陸部で産出される金の集積地で、あるソファラを支配下に収め、金攻撃を独占する。ダーウード・ブンスライマーンは、貿易の長と呼ばれ、ペンバ、ザンジバル、マフィア島に勢力を拡大した。 13世紀以降、キルワは、モンバサ、モガリシュなどの東アフリカ沿岸部の港湾都市と共に、公易拠点として、急速に発展する。13世紀初頭に、地理学者ヤークートが表した、辞典、地理学辞典には、キルワをはじめとする、スワヒリ都市が、盛んに交易を行っていたことが記されている。13世紀半ばに、キルワ王国はシャンガの住民と交易の支配権を、 巡って争って勝利を収め、キルワの勝利はスワヒリ文明と交易の急速な発展を促進した。キルワ王国はスワヒリ海岸における交易の影響力を強固にするためモンバサを支配下に置き、北部のスワヒリ都市マリンディと対立する。また、13世紀にはキルワ王国とイエメンのラスールアサ、ヒジャーツ地方のアシュラーフとの関係が強化された。13世紀に キルワ王国の方角はハワーリジュ学派からシャーフィー学派に変化するが、その背景にはキルワ王国とイバード派が多いオマーンとの関係が希迫になり、イエメンとの文化的交流が深くなった事情があったと考えられている。14世紀初頭から始まるキルワ王国の発展と同時期にアブル・マワーヒブという名前の新しい王朝が出現する。1331年に キルワ島を訪れた旅行家のイブン・バットゥータは、キルワの街並みの美しさを称賛した。バットゥータが訪れた、当時の王国のスルターンは、アブアルマはハサンブンスライマーンで、アフリカ大陸部内陸部でジハードを行って金、奴隷、増減を獲得した。15世紀に入ると、王国の支配者層の中に形成されたグループ間で、清掃が起こり、王国は徐々に衰退していく。 スルターン・フサインからスルターン・サイードの治世の間に内紛が起こり、七人のスルターンが現れた。1450年代前半に王位を奪われた、ラスール朝のマスウードは、キルワ王国に保護を求め、サイードは、マスウードに援助を与えて送り出した。サイードの後に即位したスルターン・スライマーン在位中に、キルワ王国の内向は深刻化し、援助を受けるために再び、 キルワ島を訪れたマスウードの要請を拒んでいる。スルターンフザイルの在位中に東アフリカにポルトガルの艦隊が来航し、キルワ年代記7章にはバスコダガマが指揮するポルトガル艦隊がスワヒリ諸都市に現れた事件が驚きと不安を持って記されている。15世紀末にキルワ王国のスルターンは首長のイブラーヒームによって暗殺される。 バスコダガマの命令を受けたキリスト騎士団員、ペドロ・アルバレス・カブラルは王国の支配権を握るイブラーヒームに通商条約の締結を申し出るが、イブラーヒームはポルトガル人の動向に疑いを抱き、交渉は決裂する。1502年7月12日にキルワ島の沖に停泊したガマの艦隊は王宮への砲撃をほのめかし、イブラーヒームはポルトガル人に降伏する。 キルワ王国は一旦はポルトガルへの効能を承諾するが、それから間もなく効能を拒否したため、1505年にフランシスコ・デアルメーダが率いるポルトガル艦隊によってキルワ島は破壊され、町は略奪にさらされたインド洋ペルシア湾につながる海上交易路は、ポルトガルアフリカ大陸内陸部への陸上交易路は、部族勢力によって妨害され、キルワ王国の没落は、 顕著になる。1587年にアフリカ大陸内陸部のバントゥー系民族の陣馬の攻撃によって王国は滅亡し、キルワ島はポルトガルの植民地とされた。キルワの大モスクキルワ王国は色の白いアラブ人、色の白いムーア人、奴隷所有者、黒人奴隷で構成される階層社会であり、自由人と奴隷は衣服の面でも区別されていた。 イブンバ・バットゥータが残したキルワ王国のカーディに関する記述から、キルワ王国などのスワヒリ国家はシャリーヤを完全に受け入れておらず、いくつかの要素を取り入れていたと推定されている。考古学調査によって、彩色陶器やガラス製品とともに通貨として使われていた宝貝が出土している。スワヒリ都市間の交易が活発化すると貨幣が導入され、 キルワ王国では12世紀末に貨幣が用いられるようになったと考えられている。アルハサンイブンタルートの地勢に鋳造された硬貨が最古のものとされ、硬貨にはアラビア文字が刻まれていた。スワヒリ都市では銀、銅製の硬貨が使われ、16世紀のポルトガルの記録では銅貨が使用されていたことが記されている。ポルトガルに破壊される直前のキルワではモロコシ、バター、 蜂蜜、ワックス、良質の綿花が作られ、黒人奴隷が農作業に従事していた。12世紀半ばには中国で製造された時期と政治が、キルワに輸入されるようになった。ポルトガル人が来航する直前のキルワは金、奴隷、造毛を、アラブ、イラン、インドの商人に、売り渡し、ビーズ、綿織物、ガラス製品、陶磁器、銅線などを輸入して、利益を得ていた。 キルワ王国が最盛期を迎えた14世紀から15世紀にかけての時期に多くの建造物が建てられた。キルワ王国の建築物はアラブ、ペルシアの建築文化の影響を受けながらもそれらの地域の建築物に見られない特徴を備えるようになる。キルワで最も古い建物である大モスクは数度にわたって再建されスライマーン文武ハンマドの知性に現在の形になる。 アブーアルマはハサンブンスライマーンの居所であるオーフスには大モスクや集落から離れた小高い丘の上に位置しているために島に寄港するダウセンを把握することができ有事の際には防御施設にもなり得たキルワ島では12世紀から石像建築が開始されそれ以前にはサンゴから切り出した石材を積み上げていく独自の技法が使われていた14世紀に 大きさの差異が少ない未研磨の石材をモルタルを使って並べる工法が導入され、建物の建設が容易になる。他のスワヒリ都市の建物は平屋根が主流で、半球状の天井、半筒形の天井、石柱などの様式はキルワでしか見られなかった。1331年にキルワを訪れたイブンバゥータは大旅行機の中で、 キルワ島に足吹き屋根の木造の家屋が立ち並んでいたことを記している。しかし、バットータが訪れた当時のキルワの町の一部と王宮は3号石にモルタル石灰を塗った石造建築で構成されていた。15世紀に石材をモルタルでつなぎ合わせる建築技術がより発達し、中国やイランで製作された陶磁器の破片が建物の装飾に使われるようになった。 アルメーダの艦隊に同行していた、ドイツ人の奉仕は陥落直前のキルワについて、石とモルタルで作られた数階建ての家屋が立ち並び、大モスクが置かれていたことを書き留めている。ありがとうございます。